はい、まず、これから、フィリピンとマレーシア、訪問させていただきます。重要な戦略的パートナーである、両国の首脳との間において、二国間関係、また地域国際情勢など、幅広い課題について意見交換を行い、信頼関係、そして両国の関係強化につなげていきたいと思っています。そしてとりわけ、両国首脳との間においては、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持を通じて、人間の尊厳が守られる世界を目指していく、こうした連携を確認するとともに、12月に予定されている日 ASEAN 特別首脳会議に向けて連携を確認したいと思っています。そしてご指摘のように、日本の総理として初めてフィリピンの議会で演説をさせていただきますが、その際にこれからの時代、次の時代に向けての東南アジア外交の、日本の東南アジア外交の基本方針を発信し、今後の日フィリピン関係、そして日 ASEAN 関係に向けての明確なメッセージを地域やそして国際社会に発信していく、こうした機会にしたいと思っています。以上です。